上場企業から新進気鋭のベンチャー企業まで幅広い企業が集結する就活イベント Meets Company。 イベントでは特別選考枠の獲得チャンスもございます。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。お前大卒で YouTuber 絶対やめた方がいいよ。ああやめた方がいい。はい、ということで今回は、大卒でこんな仕事っていいのというテーマでお送りしたいと思います。まあ、よくあるじゃないですか。ありますよね、はい、ありますね。ありますよね。株元さんも言われませんでした、うん、お父様はさっき、うん、コミカミノルタ、コニカミノルタで、そこは俺は言われなかった。あ、言われなかったんですか、うん、俺の場合特殊だけど、大学の時からもう活動的だったからすごくアクティブ、うん、大企業とか合わなそうってみんなに言われてた、うん、だから俺はもう優秀すぎて何も言われないパターンだからあんま参考にならないかも。友達からも言われなかったですか。言われない言われない。もう株は特別だ。俺が起業して成功したっつってびっくりしてる人あんまりいないと思う。それはするでしょうねっていう感じ。そもそも積んでるエンジンが違うんだから人と。他の人いるじゃないですか、うん、ストックさん界隈で、うん、ベンチャーとかフリーランスとか多様性でいいのっていう意見あると思うんですよ、うん。まあ、ここで言うとまあ大体飲食小売ブルーカラー系とかよく言われると思うんですが、うんうんうん、こういう意見に対してどう思いますか。多分結構言われてきたと思うんですけど、うん、俺は言われてないよ。あ、じゃあ他の人がその言われててどう言葉をかけるものですか。多分相談ないですか。大卒でフリーランスとかこういう仕事でいいと思いますかって多分聞かれてると思うんですよ。だこれは結局相場っていうのがあって、なんか別に大卒じゃなくてじゃあ総計卒なのにとか東大理3まで出てるのにとか、うん、思い、だから全部そうよ。相場より上か下かっていうで、下だったら何々なのにって言われるし、うん、でもそれは全ても年齢もそうだし、何歳なのにとか、だから別に職業に偏差値を仮につけたとして一般的な目線でね、はい、でその偏差値とその人のスペックだったり偏差値っていうのがどっちが高いかで全てにおいて成り立つ話ですよ、こんなものは。え、じゃあ大卒でこんな仕事でいいのっていう中には親とかその周りの人の期待値が超えられてないからそんなこと言われるみたいな。お前はギリ大卒だけど、俺らさ大卒とかさ、大卒ってライン意識したことないのよ。いや、これは本当ごめんね。高卒か中卒かとかさ、いや俺中卒だしってくれて、そこそんな差あんのかなって思うし、大卒ってくくりで俺人見ることあんまないから。いや、まあ世間は見るらしいんですよね。いや俺はだから高学歴か田舎でしか見ないけど、ベテランチからしたら大卒かどうかなんて多分気にしないというか、ね、人大が大卒なのかっていうレベルだと思うよ、ベテランチからしたらね。え、幼稚園じゃない。幼稚園。東京帝国大学以外は全部幼稚園やと思ってた。ほい卒ほい卒。まあ要は丸々なのにっていうのは、大卒なのにっていう人って多分ギリ大卒なの、うん、間違いなく総計の人は大卒なのにとかっていうカテゴリーを持ってない、価値観の中に。マーチは多分分かんないけどね、人大は持ってるんだよ絶対、大卒かどうかって。東大理さん受かるやつはわざわざ東大理さんでこんな仕事でいいのとかは、うん、多分言わないですよ、うん、これはねもう全部あんのよ。だから結局その人の、だ俺で言うと早稲田出てベンチャーに行くっていうところかな。早稲田いてベンチャー行くっていうところで背水の陣だったかな俺は。周りが言ってくることはなかったけど、まあ、ハイリスクハイリターンコースを自分から言ってるわけだから、自分で勝手に自分のことそう思ってた。早稲田行ってベンチャー行ってこれでうまくいかなかったら別に日東駒線でも行けるコースの順当な感じで行っちゃったら格落ちした感があるなと思って、そのプレッシャーと戦ってた。ずっと、あ、やっぱそういうことはやっぱ思うんだ。うん、俺は思ってた。え、実際その勤め先っていうのは、うん、早稲田とか少なかったんですか。少なかった。あ、そうなんですね、うん、じゃあそこで結果出さないと、うん、周りのやつに早稲田のになのにとか言われちゃうかもなっていう。やっぱ、あ、まあね、言われるってことはあんまないけど、それなりの民度で生きてきてるから周りもそういう、うん、だけど自分で自分のことそう思うよね。だから成功した。俺東方から早稲田のスポカの時点で自分の中でちょっと格落ちなのよ、高校の偏差値と標準で比べた時に。でスポカからベンチャー行ってさらに格落ちなのよっていう、まあプレッシャーで。大卒でこんな仕事でもいいのっていう職業の方が今後も稼げるよっていう、まあ、インフルエンサーの方もいらっしゃるんですが、それについて株元さんはどう思いますか。要はブルーカラーの方が稼げるよっていう、まあ、ブルーカラーとか、うん、飲食小売とかの方が変化激しい時代だから別に稼げる可能性も全然あるみたいな、うん、
その何と比べてだから営業で会社入りますとか、うん、ジムで入りますよりか、うん、こっちで、まあでもそれで言うともっともっとブルーカラーできる高いからね、まあ、具体的には5、600万700万全然いるでしょ、はいはい、ブルーカラーっていうか飛び職とか、はいはい、現場系は高いよ給料ね、うん、OL さんね受付ジムとかそっちになってくるとマジで年収300万円台だよね、うん、下手したら300切るとかさ、うん、派遣とかそれは口座ずっと変わんないんじゃない、あだから別に真新しいことは言ってないみたいな、いやその人がどうこうはしてないしお前の理解度俺は信用してないからまあだから大卒っていうカテゴリーはさっきも言ったけど、はい、戦後とかのばあちゃんとかの価値観が来てるだけで今の人たちからしたら大卒とかって正直あんまないんじゃない、うん、だけどまあ確かにその大手企業のフィルターで、まあ、当然大卒っていうくくりで新卒かどうかとか分けてるけど大企業ってそもそも大卒の中でも学歴フィルターがあるでしょ、大卒フィルターがあるけど学歴フィルターがない会社、マザーズ上場ぐらい、マザーズ上場っていうかなんだろうな、売上で言ったら数百億円規模ぐらいの、一応大卒はプライド上取るけど高学歴フィルターを失すると人取れなくなっちゃうからとかはガバガバみたいな学歴、うん、ぐらいの会社の人たちに成り立つ話だよね、これね。結論お前のなんか顕示欲のためというか違います俺ら言われてるもん、お前そこまで落ちたかお前は大卒でこんな TikToker やってていいのって言われてるから慰めてほしかったんや、いやそうです大丈夫そうです頑張っていこう一緒に、大卒でとかって言われてんの、大卒でまあそう言われてます、人代から TikToker って順当じゃんそんなことないですよ、ちゃんと営業とか順当じゃないです、 TikTok の学科行ってたんじゃなかった、 TikTok 学科じゃなかったっけ、 TikTok 学科じゃないですよ、あ違うか、違うんです、現代ビジネス、 何逆に人代の順当って何なの、人代の順当横浜銀行とかですリアルな線、リアルやなそれはだってさ横浜銀行ってむしろ上位じゃない、うん、中央値だよ、中央値ですか、いやマジで TikToker だと思うよ、いやそんなひどくないです、何だと思ってんすか、マジで会社 の価値って何いやまあだからいわゆる序列をつけるんだとしたら会社の格だったりとかっていうことでしょ、売上とかって、うん、そうそうそう、あのテレビで CM やってるかな、リアルどこだろうな、あんまでもこれいや言えるけどどうしよう、大手子会社ですかね、ホールディングス、トヨペット、あホールディングス子会社、じゃあこれなしでちょっと日産の販売店、リアルな中国地でいうと、これ消えちゃうかったね、いや別にいいんじゃない、人代の真ん中ぐらいの人は車のディーラーとか販売店だったりとかってことでしょ、あとレオパレス別にええやん、車のディーラーがさ君のコメント欄にさTikTok 通ってバカにしてきてもさお前だってディーラーやろ、こっちも頑張ってんねん、うん、ええやん、いやだからお前は何、人代にもディーラーにも TikTok にお前失礼じゃあ何攻撃与えてるこれ守ってる側なんですよ、そう言われてる子がいるんで僕ら守りましょうっていう回なのに、何か言われるんですか、いや言われなくなりました、ね、言われてましたけどもう諦められてる、はい、もう見放された、見放されたから、うん、はい、ということで今回は、大卒でこんな仕事でいいのですした、ありがとうございました。